プロジェクト9プレゼンツアメリカの夜はい、えー、皆さんこんばんはパーソナリティのジョータケアですこの番組は 映像制作会社プロジェクト9が毎回深夜テンションでお送りする映画をメインにお話しするトークバラエティーです番組では皆様からのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスは 761-fmgoza.jp761-fmgoza.jp ファックス番号は098-934-8653098-934-8653です また、FM コザではユーストリームとツイキャスにて映像と音声を配信しています。FM コザのホームページからご覧になれますのでそちらもお楽しみください。Twitter も連動しておりますのでぜひたくさんつぶえてください。はい、皆さん。 こんばんばは改めましてパーソナリティのジョータグヤです2018年2回目の放送が始まりましたね、まあ、今日はちょっとまあ先週と比べるといやいや暖かくてなんか過ごしやすいなっていうようなまあちょっと印象はちょっとおきます、まあ、来週からもですねまたちょっと寒くなるようでまたですねちょっとあのインフルエンザの警報がまあ沖縄でまあ発令されたっていうことでちょっとあのまあインフルエンザの,まああの脅威もちょっと気になるところでもあるのですけれども、まあ、皆さん本当にくれぐれも体調管理には気をつけて、まあ、本当に来週もも 快適に過ごせるようにまあお過ごしくださいそこで、えー、オープニングの一曲はハロルド・ウォーター・メイヤーによりますビバイリー・ヒルズ・コップですちょっと問題になった曲ですねどうぞ しています弱者に愛の手を。 プロジェクト9プレゼンツアメリカの夜 FM 小座から生放送でお送りします。パーソナリティは私、ジョー・タケアです。 そして番組の D.J. を務めておりますな森戸さんです。森戸さん、今週もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、えっとオープニングの一曲にですね、あのビバリーヒルズコップの、えー、テーマ曲を流したんですけど、はい、どなんか問題になったって言ってますねす。ちょっと問題になったんですよね。というのもあのオミソにまああるお笑い番組がまあ放送されまして、うん、まあこれは沖縄では放送し,してない、えー、番組なんですけれども、はい、その番組のな中でですね、まあ何でもあのあるお笑い芸人の方のお一人が、うん、あの えとビバリーヒルズコップの、まあ、アクセル刑事であります、まあ、エディ・マーフィーの、まあ、格好をして、まあ、登場したんですけれども、はいまあ、その際にですね えっと、主人公のエディ・マーフィーは、まああのえっと、アフリカ系の、まあ、アメリカ人なわけですから、まあうん、黒塗りをして、まあえっと、現れたんですよね<ー>その黒塗りをした時にすごいあの問題になってこれがまあ人種差別的だっていうふうに言ってすごいまあ批判されたことがありまして、まあ、ただ単に<ー>、えっと、番組の側としてはただ単に、えー、ビバリー・ヒルズ・コップの、まあ、パロディ的なことを、まあ、やっただけなんですけれども、まあ、それがまあ人種差別だっていうふうに捉えられてしまって、うんまあ、これがなんかちょっと世界中にちょっと拡されてしまって。 してひどいなんか問題になってしまったってことなんですけどもね。あ<ー>まああの最近ちょっとあれですよね。<ー>ちょっと何かテレビ番組とかで何かちょっとしたまあコント的なことをやりますと、まあすぐにあのネットの力とかによってまあ広まって、うん、でそれがまあ社会問題化して、えー、テレビ局が謝罪に追い込まれるっていうことがなんか最近ちょっと極端に増えたなっていう気もしますね。ちょっとネットのね、はい、噂は結構深刻ですからね。そうですね。もうネの <laughs> マイナス面についてはすぐ広がる。 えっともう一応本当にねもうテレビよりも本当にねインターネットの方がもう明らかにまあ影響力が出てきてるなっていうのはすごいなんかもう明らかでもうこの本当にテレビ局の方々っていうのは本当にこうやってネットをよく見るまあねネットサーフィンとかまあネット住民とかまあネット右翼の人たちにもう本当に配慮しながら番組を作らないといけないなって思ったりとかするとそれはそれであ悲しいんですけれどもでもあ,のあくまでも差別的にはそういった意図ではなくてそういうふうに差別として捉える人たちの方がもう ちょっとあの理性的になってほしいなって思ったりとかもするんですけれどもね、うん、あくまでもまあ娯楽ですからね,あのねもしあの差別とかそういったのをちょっと意図的にやるっていうことになりますともう,もうちょっと,あの、ねうん、と皮肉的なものとか要請を入れて、うん、と肯定も否定も両方入れたら、うん、ともうちょっと面白いなんかそういうなんかネ,ネタとかギャグとかできるとは思うんですけれどもね。うんまあ えっとちょっとなんか考えさせられるようなま事件でもありましたね。世の中ですね。<laughs> はい、<laughs> まあそこでですね。まあ、今週のアメリカの夜もですね。そういった、なんか差別ネタとか本当にもう満載の、ちょっと映画をちょっとお話ししようかなと思います。はい、まあその映画っていうのがですね。えー、大ヒットしました。あのスパイ映画。まあキングスマンっていう映画なんですけどもちょうどですね。あのえ先、先週の金曜日からあの？ キングスマンの続編であります「キングスマンゴールデンサークル」っていうまあ映画も公開されてるんですけどもまあ今週はですね前半と後半に分けて前半はえ第1作目であります「キングスマン」そしてえ後半はその2作目であります「キングスマンゴールデンサークル」についてちょっとお話ししたいなと思うんですけれどもまその前にですねちょっとまああの注意というかあれなんですけどもあの今回ちょっとあの 前半も後半もちょっとネタバレ全開でちょっとお話ししたいなって思いますのであの、はい、キングスマン見たくて見たくて仕方がないっていう方はえー、っと申し訳ないですが、まあ、本当にこのラジオは聞かなくても結構ですう、ね、チャンネルを変えても良いですし、うん、あの石原さとみさんが見たければ石原さとみさんの方を見ても全然構いませんので全然今日のラジオは、ね、本当にネタバレ全開ででもあの。 このキングスマン両方見たっていう方だだだったらまあジョタクエアはえどういうふうにこの映画を捉えたんだろうっていうまあそういったなんか気持ちでえ聞いていただけたらなって思います。はい、はいえっと今日のキングスマンっていう映画なんですけれどもまあこのキングスマンっていう映画は2014年のまあイギリスの映画で監督はあのキッカーーズっていう、うん あのすごい冴えないヒーローを主人公にした映画を作った、えー、マシュー・ボーンっていう監督が、えー、監督をしまして、まあ、主演がですねこの方はブリジット・ジョーンズの日記とかあと英国王のスピーチでアカデミー賞をまあ獲得したまあイギリスのまあ盟友なんですけれども、はい、まこの「 このコリン・ファースののイメーージを変えさせた映画ででもあるんですよねこのコリンファースっていう方々はそのあのブリジット・ジョーンズの日記とか英国王のスピーチの演技とかを見ても分かるんですけれども,、うん、もうインドア派であの頭はいいんですけれどもちょっとあの運動神経とかはどうなんだろうみたいな、うんうん、印象を受ける俳優なんですけれどもこの「キングスマン」ではもうバリバリの、えっと、アクションを披露するしますからねだからそれまでの本当にインドアなイメージのコリン・ファースを本当に 108と変えたような作品でもありましてもう本当に彼の新たな代表作といってもいいような映画が「キングスマン」なんですけれどもね「はい、このキングスマン」これはあの「キングスマン」っては一体何ぞやっていうことなんですけども「キングスマン」っていうものはもともとイギリスのちょっと街の中にありますあの洋服屋なんですよね洋服屋。まあ、洋服屋って洋服屋、はいいますかまあ下手屋なんですけれども、うん、その、うん、と下手屋は表向きは下手屋なんですけれども、うん、本当はええー。 情報機関なんですよね。本当は世界中のまあテロリストなどあの逮捕したりとかしているまあ諜報機関なんですけども。M. I. シック的な感じですか、ね。M. I. シックとか。 あと CIA とかとはちょっと違うかなと思うんですけども、これは施設なんですか、<で>それともな公設なんですかいや、これは施設ですね、どこの国にも属してないですね、うんうん、でどこの国にも属してなくて、だからイギリスの干渉とかも特に受けずに、だからあの比較的、えっと、自由度の高い諜報機関なんですけれども、うん、まあそれがキングスマンなんですよね、コリン・ファースが演じております、えっと、このハリーっていう男もそのキングスマンの一員で。あのーうん 彼はですねちょっと若い時にあの同じキングスマンの同僚をちょっと亡くしちゃうんですよね。うん、で亡くしてなくしてでその子供もエグ,エグジーにちょっとあるもの、うん、その父親の形見を渡すんですよね。うん、でそのエグジーはやがて成長してあ、うん、海兵隊に入るんですけれども海兵隊に入って をえっ、ー、を除隊した後はもう本当になんかもう不良みたいな生活を送っていて、うん、普通に喧嘩かとかもそういったのも日,日常茶飯事っていうようなそういうだらしない生活を送ってたんですけれどもおいくつなんでしたっけ、A、エグジーは、まあ、<G> おそらくに20歳ぐらいだと思うんですけれどもね,、うん、まあね細かい年齢は劇場ではいってませんので、まあ、大体それぐらいだと思うんですけれどもね、うん、で彼が警察に逮捕されると彼はそのたまたま。あの そのハリーからもらったあのその片父親の形見を持ったんですよね。うん、で実はこれっていうのがあのキングスマンにつながる暗号なんですよね。で<う>あるところに電話しますとえその暗号名を言えばそのキングスマンにつながるんですよね。で<う>つながってで、えー、エグジーは助かってでハリーのもとにあ行ってでそしてあのキングスマン でハリーにスカウトされて、まあ、やがって彼自体はキングスマンになっていくというお話なんですよねだから、うん、あのハリーは、まあ、ある意味エグジーのまあ父親みたいな存在なんですよね父親みたいな存在で、えー、エグジーをまあ一流にそ育て上げていくんですけれどもだからその,かその中前半の過程っていうのがまるであのスタンディキューブリック監督の,あのフルメタルジャケットとかのように、うん、あのハリーが訓練している映像を結構流すんですよね。 してるところなんですよでそのト特区っていうのがあのもう教官の、えー、マーリンっていう教官がいるんですけどそのマーリンっていう教官が、まあ、世界で一番厳しい面接試験だっていう言わんばかりに、はあ、もう本当に厳しいんですよね本当にあに生死の境をさまようぐらいのそれぐらい厳しい、えー、面接試験のところを受けるんですよね、まあ、面接試験という、まあ、訓練っていうかそういったものなんですけれども例えば密封 密閉状態の部屋の中にいきなり大量の水が溢れて,出てきて、うん、そこからどうやって脱出するんだとかあとパラシュートが開かない状態でどうやってパラシュートを開いていて命を助かるとかとかそういったのがもう危険な訓練とかしていくんですよねそれ訓練って言うんですかねそれ,それも一応訓練なんですよね <laughs> <ー>でであと見,見事にでそれらの訓練を突破していってでやがて彼は、えっとキングスマンにえなれるかなって思った時に、えー、実は彼最終試験で落ちちゃうんですよねはあ 最終試験では、落ちたんですそれはどういった、えー、最終試験の内容だったのかといいますと、うん、あの犬が出てくるんですけれどもその犬っていうのは<犬>えと試験を受けている各、えー、受験者に、えーとうん、犬が支給されるんですよね。うん、でその犬に支給されて、はい、でその犬と一緒に行動するんですけれども、うん、あの最終的なその試験の内容っていうのがその支給された犬を、えー、銃で撃ち殺せっていうんですよね。ああ ですけれどもでもこのエグチっていうのはまあそれができないわけですよねで,できなくてであの結局試験は落ちたんですけれどもでもこれは実はからくりがありましてあの中には空砲が入っていて別に撃ってもいいいのはな,ないんですよねだからあのこれを空砲って見抜けるのか見抜けないのかっていうのがそういったものを見抜く、えー、のがそれが最終試験だったんですよでそれができなかったエグチはまは落ちたんですけれどもあの 落ちて数日後ぐらいにハリーと出会うんですよねでハリーと出会っていろいろ「なぜ君は落ちたんだ期待してたのに」とかってハリーとか言うんですけどもその最中にちょっとあの任務が起きまして任務が起き,起きると、えー、彼,彼はちょっとアメリカに行くんですけれどもでアメリカの教会に行くんですけれどもねでその時にあの実はそのアメリカに行った時の理由っていうのがあの実はこのすごい大きな悪がいましてその悪っていうのが。うん えー、サミュエル・エル・ジャクソンが演じる、まあ、バレンタインなんですけどそのバレンタインがもうあの,ーね、あの世界で一番言っちゃいけない言葉をが世界で一番似合う男なんですけどもねサミュエル・エル・ジャクソンさんはね。あは <laughs> でそれがまあ悪役なんですけれども <laughs> まあ彼はねあの無料の SIM カードを、えー 全,全世界の,の、えー、人類に渡してでそのシムカードを使った人間をま操ろうっていうま計画を立て企てる人なんですけどもね<う>でそれの匂、うんうん、いをちょっと書き,きつけた、えー、ハリーはアメリカに行くんですけれどもでアメリカの南部の教会で、えー、行くんですけれどもその時にバレンタインがそのシムカードを作動させて、うんえー、教会の中に人たちが暴走化して、まあ、ハリーもそれにまあうん 対抗する感のようにその、えーうん、その教会にいる人たちをまあ次々と懲らしめてやっつけていくんですけどもその時にやっつける音楽っていうのがすごいまた軽快な音楽が流れますしでその時に、ね、あの神父の文句っていうのが、うんえー、同性愛も黒人も。 全部反対だっていうてで全部この世から消えてしまえて <laughs> ってとかそういった暴言とか吐くんですよね。はあ、でそういった暴言を吐いた後に、まあ、ハリーが一、ね、回やってきて、えー、私は、えー、ユダヤ系の黒人と、まあ、成功したんだよって言った時に、えー、っとそこにいた教会の人たちがもう切れて、まあ、暴動が起きるんですけどもね。でそ,その暴動が全て終わった後にまたバレンタインが出てくるんですけれどもでそのバレンタインが出てきた時に。 えと彼が言って何をしたかっていうと実はですねこのバレンタインはハリーを頭をぶち抜くんですよね、うん、打ち殺しちゃうんですよねうもう映画は、うん、とまだあと30分ほどありますよ<う>映画はまたあと30分ほどあるんですけれども,もうこ,ここでもうハリーは退場しちゃうんですよね<ー>主人公じゃないんですか主人公なんですけれども,もうこの人途中でもう死んじゃってであのえー でもうハリーがん死んだことをちょっと目の当たりしてしまった江口はもう本当に,まあ本当にもう復讐ような近い形でもバレンタインのア,ーーアジトへ向かうというでそして、えー、どうバレンタインを倒すかっていうのがキングスマンのお話なんですけども,、ね、もう本当にネタバレ前回ちょっとお話ししたんですけれどもねもう、あのー、こういった内容がキングスマンなんですけれどもこの映画って、あのー、結構本当に暴力描写っていうのがもうすごくて。 この暴力描写は本当に血とかが普通に出るような映画ですから結果的に R15 指定になってしまった映画なんですよね。うん、まあそうですよね、はい、R15 指定になってしまったんですけれどもでもキングスマンの面白いところっていうのは、まあ、あのそういうあの過,激過激なシーンとかもさることなながらあのまあそういう先ほど言いました音楽はすごくまた軽快ですし、うん、え本当に。 この映画はスパイ映画を見事に復活させたっていうふうに、大変評価された映画でもあるんですよね。だから、あの、ダブルセブンのオマージュとかもありますし。また、あの主人公、まあ、主人公と言いますか、コリンファースが演じる、まあ、ハリーの名前は。え、昔、のマイケルケインという、まあ、俳優がいまして、その、マイケルケインが、と、スパイの役を演じたことがあるんですけれども、その、その時の役名が、まあ、ハリーなんですよね。 <で><う>ハリーだし同じく眼鏡もかけておりますしでそれで言っても、まあ、このマイケル・ケインも、えー、ハリーの上司役として、まあ、登場しますからね、うんえー、だからそういったんかからくりもありますしあと靴の中に。 ナイフとか忍ばせてるんですけれどもそのナイフを忍ばせても元ネタが007ロシアより愛を込めての一つのネタだったりとかもしたりしてだからそういったなオマージュとかも組み込まれておりますしなん,かあのなんかそういうなんか差別的な,なんか表現とかも普通にやりますからねもうなんかそんなことにあのそんな,なんか問題とか批判とか知るかよそんなのみたいな感じで次々 <laughs> ともうぶちまくってや,やりまくってるんですよね。もうさっきのえー リバリーヒルズコップみたいなことが起きてもおかしくないようなことを平気でや,やりまくるっていうのがそのキングスマンの通過祭でもあるんですよねだからそういったところがすごいなんか受けて続編までできたんじゃないかなって思いますぐらいからねだからなんかもうそんなことしてるからでもちゃんとねあのアクションとしアクション映画として娯楽映画としてちゃんと機能させておりますしでまたあの最後に、ね、こうこうすっごいあの 豪快ですごく気持ちのいいカタルシスもすごく得られる映画なのでねあの<ー>ラストはすごいですよあのラストにちょっと「威風堂々」が流れるんですけれどもこの「威風堂々」の使い方がもう世界で一番かっこいいなと思いましたねなんかあれでしたよね、はい、あの音楽にも定評があるという映画ですよねそうですね<の>です音楽も音楽の使い方も大変素晴らしい映画ですからね、うん、そういったと双方含めてあのすごいあの世界中から高い評価を受けましたし みん,なみんな本当にの結構確かプロジェクト9の平君なんかも、うんえー、この映画をすごく評価しておりましたからね、うんはい、実はこの映画あのまだこの番組の前身であります、えー、話せばわかるプロジェクト9でも一度紹介したこともあるんですけれどもその時の、えー、番組の、えー、ディレクターを務めておりました、えー、田中さんもね <laughs> あのこの映画を激場してましたからね確か2015年で一番面白い映画だったって おっっっししゃってたような気がしますねちょっと日本公開が、えー、2015年だっ,ただったもんですからね。うん、言ってましたね。人によってはそういう点熱狂的本当こ、こうやって、ね、女性の方もすごく楽しめるアクション映画となっております。まあ、女性の方の場合だったら、多分あのコリン・ファースが演じておりますハーリーに惚れてしまう人っていうのは大変多かったかなと思いますけどもね。もかっこいいですもん。うん、あの本当にちょい悪ってわけでもないんですけれどもね。うん、あのなんかかっこいい紳士ですし、本当にこの人なんだったら。 奥さんになりたいって思った人もおそらく多かったんじゃないかなって思います、うんそ,うね、そういったなんかおしゃれな部分もあるのも本当にキングスマンでしたねはいで、はいえー、というわけでちょっと前半はですねキングスマン第1作目でありますちょっとキングスマンについてお話をしましたでここでですねちょっと1曲かけたいなと思います、えー、っとかけたい曲はですねちょっとキングスマンのサントラなんですけれども、まあ、このキングスマンで、えー、教会で乱闘するシーンで、えー、かかった曲でありますそれでは参りましょう「レーナード・スキナードで」で フリーバードですどうぞ プロジェクト9プレゼンツアメリカの夜 FM コザより生放送でお届けしております。番組では皆様のメッセージを受け付けております。メールアドレスは761アットマーク FM コザ .jp761 アットマーク FM コザ .jp ファックス番号は0989348653です。 皆様のメッセージをお待ちしております。はい、えー、後半もですね DJ に森戸さんにはお付き合いお願いいたします。はい、はい、お願いします。えー、はい、えー、今週はですね、えー、前半と後半におきましては。 映画「キングスマン」について、まあ、ひたすら、えー、語ろうかなと思いましてちょっとキングスマンについてお話ししてるんですけれどもキングスマンのまあ魅力っていうのは、まあ、それなりに孤独とかもすごく魅力的でしてね、うん、まあ特にキングスマンを見ていて一番欲しくなるだろうなって思うのがやっぱ傘だと思うんですけれども傘この傘にはいろいろなの仕掛けがありまして、うん、まあ銃をつくこともできますし、えー、相手を眠らすこともできますし、うん、そして何よりも 防弾の機能がありますから、ねうん、でその傘を広げてしゃがんだ状態になりますと、えー、銃は絶対にあの貫通しませんからねでだからずっと守り、うん、相手をずっと自分を、えー、守ることができますす,すごい万能な傘で、まあ、僕もねこの、えー、っと傘に感化されましてちょっと。 いつだったかなこのプロジェクト9のハロウィンがありましてでその時に、うんえー、キングスマンのコスプレと,と言ってもただ単にスーツを着てるだけなんですけどもね <laughs> やってましたね。ですけどもその時にね誰かがチェーンソーのおもちゃを僕に振りかざしてきましたので,でそれをまあ傘でよけるっていうそういったなんかコント的なことをやったのは記憶にあるんですけれども本当になんか傘がね この映画かっこいいなって思いますし、カサルの欲しくなる映画はキングスマンの魅力かなって思います。うん、そうですね。ね、はい、ね、まあ後半なんですけれども、まあ後半はですね、その続編であります、えー、キングスマンゴールデンサークルについてお話ししたいなって思います。はい、はい。このキングスマンゴールデンサークルはですね、えー、日本ではあの先々週1月5日のまあ金曜日、まあちょっと正月明けのまあ週末にまあ公開された。 映画なんですけれども、はい、まあこの「キングスマンゴールデンサークル」っていうのはまああの。 えっと何が一番びっくりするかって言いますとあの前作で死んだはずの、えー、コリンファースが演じておりますまあハリーが出てくるんですよね<う>でハリーが復活してどういった話が展開されていくかっていう、うん、まあお話なんですけれども普通に出てきますよね普通に出てくるんですよねまあポスターにもありますからね今ここにですねあのキングスマンゴールデンサークルのポスターが、えー、スタジオ内にあるんですけれども、はいえー、主人公のまあエグジーがまあセンターにいまして、うん、えー、まあ番組 ポスターから見てちょっと左側の方にえとコリン・ファースが演じております、うん、もうハリーが吸ってるんですけれども,もここにオムキシ・ハリーが出てるんですよねポスターにいますよね、はい、普通にポスターに出て,出,る出てるんですけれどもちょっと左目がちょっと眼帯のようなものをちょっとしてるんですけれどもね、うんうん、はい、まあえっと、前作で死んだはずの彼がなんて生きていたのかっていう、うん、まあそういったところす楽しみところもあるのが、まあ、キングスマンゴールデンサークルなんですけれどもだ、はいたい、まあ、ですね、えー 死んだはずの主人公がもう復活して出てくるってなりますと大体がまあ本当にダサ作扱いとかにされることが多いんですよね。ありますね。例えば、えー チョン・ユンファーが主演しておりました「男たちのバンカー」っていう映画があるんですけどもその「男たちのバンカー」っていう映画はえ主人公のチョン・ユンファーは死んじゃうんですけれどもねでその続編の「男たちのバンカー2」っていう映画ではえそのチョン・ユンファーには双子がいたっていう設定にしてでその双子が活躍するっていうまあお話になっ,てなったんですけどもねだからキングス様もそういうふうな感じで ハリーには実は双子の弟がいてとかその男の弟も実はキングスマンだったみたいなかそういった展開になんても全然おかしくないんですけれども、うんはい、このハリーっていうのは普通に本物のハリーですねあ、本人ですか本人,本人なんですよねで、本物のハリーが頭をぶち抜かれたにもかからわず生きてるんですよねなんで生きてるの <laughs> なんで生きてるかっていうとなんかちょっとあの蘇生する方法がしっかりあってまあそれもちょっと話し,していこうかなと思うんですけれどもこの,この映画のまあ話の母体となりますのがあのえジュリアン・ムーアーが演じておりますまあポビーっていうえっとキャラクターがいるんですけれどもそのポビーっていうキャラクターはまあえー麻薬を麻薬を密売をしているまあちょっと犯罪組織の、まあ 狩猟なんですけれどもポビーが牛耳っておりますのその犯罪組織名が、まあ、ゴールデンサークルっていうんですけれどもね<う>、はい、このゴールデンサークルといばまあ要するに組織悪の組織の名前なんですけれども麻薬で稼いでいる彼女なんですけれども当の本人は麻薬とかをそういうのも一切やってないんですよね。 ていうかむしろどちらかというとちょっと麻薬をちょっと憎んでるんじゃないかみたいな印象を受けるのがこのポピーというキャラクターなんですけれどもこのポピーというキャラクターは一体何をしてるかっていうとあの彼女はまあいろんなえとお客さんにえ麻薬をまあ打ってるんですけれどもその麻薬に毒を入れてるんですよね。 まあ、麻薬自体が毒なんですけれどもね、うんその、それにまたさらに毒を入れていて、でこれを,を,を摂取した人間は、ほぼ確実に死るんですよね、でうほ,うほぼ確実にするんですけれども、か彼女は同時に解、えー、毒剤も開発してるんですよね。それも売ってるそれですで、あのー そと解毒剤を持ってで世界中にちょっと脅しをかけるんですよね。うん、で世界中に麻薬を死ぬ麻薬を分布した。で助かりたければこの解毒剤をやる。でその解毒剤を助かるための条件には、まあ、こうしろっていうことを伝えるんですよね。<ー>はい、なかなかすごいですよね。なんかで,で,で彼女自体があのその要求っていうのがあの麻薬の撲滅なんですよね。はい 自分でばらまいていてなんか彼女自体がなんか麻薬をなんかすごくなんか敵対視し,しているようなと,かところがあるんですよね。敵対視をしていて、うん、ないか麻薬をまあ撲滅させようっていうみたいな。麻薬使うやつをとりあえず片っ端から殺して殲滅しようという。よう,いうようなそういったところがあるんですけれども、うん、だけれどあ<は>あのその要求をあの聞いた、えー、アメリカの大統領は。 あの実はこのアメリカン大統領は、まあ、それをさ逆に利用しようとしてあの、うん、彼女とちょっと協力をしちゃうんですよねちょっと共謀<う>してあのなんかあの麻薬のなんか麻薬をなんか撃退するためになんかそういったなんからになんか悪いことをしようみたいなことをしているのがアメリカン大統領なんですけれども、うん、でこの映画って結構すごいあの。 このタイミングでこの内容の映画が作られたのかよっていう思うぐらいの映画なんですよね。ほうほうというのもアメリカっていうのは今年の1月にカリフォルニア州で大麻がまあ合法化されたんじゃないですか。で,でアメリカっていう国はいくつかの州で大麻とかをまあ合法化している国があるんですよね。うん、ありますね。であるんですけれどもでそのカリフォルニアが大麻をまあ合法化したことによっておそらくね本当今後さらに、えー 対馬をまあ合法化していく国がっていうのがまあさらにまで出てくると思いますよね。うん、まあ現に実際はあのオランダとかそういった国ではまあえマリファナとかあとハシシとか比較的うんと純度の低めのえものはまああのすでにまあ合法化されているまあ国とかなんですけれどもなんかそのあの麻薬っていうものは本当にどういったものなんだろうかっていうなんかそういったことをなんか訴えているような映画がまあキングスマンのゴールデンサークルなんですよね。<う>だから あの前作も結構政治的なえと匂いっていうのは結構強かったんですけどもこのゴールデンサークルはまあよりなんか政治的な,なんか色合いっていうのがより強くなってるんですよね、うん、だからあの見終わった後になんか麻薬っていうものは一体どういったものなんだろうとか麻薬って本当に悪いものなのかいやむしろいいものなんじゃないのかってなんかそういったなんか議論することができてしまうからですよね、うん、だからあのキングスマン一概悪者扱いじゃなくてそうです だからあのハリーが復活したっていう相当強引な設定を置いておきながら麻薬って言っ,たりってどういったものなんだろうとかっていうなんかそういったなんか議論の余地を与えるっていうね映画ってあの日本映画とかだったらちょっとあれなんですけどもねあのやはり、ね、具体的な答えを提示しちゃいけないような気がするんですよね。 うん、あのメッセージがなんかそ,そうだったじゃないですかあのメッセージという映画はあの、うん、観客になんか考える余地というのを与えないでもうすべてなんか説明しちゃった映画なんですよねあのあだからなんかそういったなんか全部なんか解決方法とか答えを提示したから自分で考えることをできなかったんですよねメッセージという映画は。それは面白いんですかあの いやでも、ね、あのドニー・ビル,ビルヌーブ監督の演出もすごく面白かったですし宇宙人のなんかその存在とか,なんかそういったもの,のとこを考えることよりもなんかそれ以外のことでちょっとあのこのメッセージのあれは一体何なんだろうと考えることができましたのでそれはそれでいいかもしれないですけれどもなんかそういった映画はやっぱり僕はあまり良くないなと思っていてでもそのキングスマンという映画は基本的には単純明快なエンターテインメント性に富んだ 映画でありにかかわらずなんかそういったなんか答えを提示しないで疑問を観客に与えてくれるっていう作りになっているので僕は結構この「キングス・ワン・ゴールデン・サークル」っていう映画僕は大好きですよ結構あのねあのやっぱり内容も内容なものですからまたアメリカっていう国を結構バカにしてるような部分とかもありますので結構ねあのアメリカの評判とかもあまり良くないらしいんですよね。 であのやっぱりそういったところもあってもうなんかやっぱり前作の方がすごすぎたというかやっぱ声もありますしだからやっぱり工業的にはちょっとヒットはしたんですけれどもちょっとあのやっぱり前作に比べると評価は劣るってい部分はやっぱあるのかなっていうのがまあキングスマンのゴールデンサークルなんですけれどもね、うん、前作声はできなかった前作声はまあやっぱり難しいかなっていうところなんですよね、うん、ま,あまたねあの他にもちょっといらないなっていう要素とかもあったりとかするんですよね、うん、あの 実はこの映画の劇中にですねあのステイツマンっていうあのアメリカの情報機関が出てくるんですよね、まあ、ステイツマンっていうのは、はい、表向きは、えー、酒を作っている、まあ、企業なんですけどもその裏ではホントにあのシキングスマンと同じ、えー、民間の、えー、情報機関なんですよねで,<う>で彼らの場合は、えーまあ、表向きはお,お酒を作っているっていう会社ですから、えー、彼らに所属している職員さんたちはみんなお酒の名前ですからね <laughs> あ<の>あ<ー>ボスの名前が、えー シャンペンだったりであの<う>チャニング・テイタムが演じている名前がまあテキーラだったりとかするんですけどもねなんか名探偵コナンみたいですねそうですねあの黒の組織がの名前が確かみんなジンとかウォッカとかあとベルモットとかピ、うん、スコとかありましたからねだから,だから,だからあのちょっと名探偵コナンに似てる部分とかあったりとかもするんですけれどもね、まあ、でもこの、えっと、テキーラが演じておりますチャニング・テイタムのキャラクターっていうのが本当にいらなくてチャニング・テイタムを、はあ、使っているのに この扱いはないだろうっていうくらいなんですよね。いらないんですかそのキャラ。いらないんですよ。全くいらないですよね。ね弱いですよね。<laughs> 何のために出てきたんだろうみたいな。でもただただただ,ただ,ただチャリングテイタムは、えー、麻薬を実はこっそりやっていたっていうところ設定なので、で、うん、彼もその、えー、ゴールデンサークルによって購入した麻薬をやってしまって、まあ彼自身もちょっと病気になってしまうっ,っていうシーンがあるんですけどもね。うん、まあせいぜいそれを見せたぐらいで。 特に彼は何も活躍するわけでもないんですよね。で、このチャニングテイタムっていう俳優は、あのマジックマイクとかあと G.I. ジョっていう映画ですっていう。 すごいの代表作があって、で、ほんとムキムキのイケメン俳優ということで。また、あの制作とかにも意欲的な態度を示しております。すごい、あのマッチョでイケメンの、まあ、それぞれ、それで、なかなか頭のいい俳優なんですけれども。彼は主役をすると、結構いい味を出すんですけれども。脇役で出るの、そう、ほんにいられないキャラクターとか、あと。存在の扱いとか、残念な扱いを受けるような役柄多いんですよね。<laughs> 多分筋肉担当とか、そんな感じなんじゃないですか。<laughs> そんな感じですよ。だから、大体脇役になりますと、チャニン,ングテイターはしょぼくなりますからね。 あそういったなんか残念そういうところはすごい残念だなって思ったんですけどもねまあでもね、うん、あのそういったところも差し引いても「あのキングスマンゴーデンサークル」っていう映画はあの先ほど言いましたようにやっぱりあのエンターテイメント映画としては結構上的な作品かなって僕思いますしもちろん前作同様暴力描写もすごいんですけれども、まあ、今回はあのちょっとレーティングの方も下がりまして PG12 世の方にな,なったんですけどもね前は R15 ですか前は R15 から PG12、だから中学生も見ることができなになったんですけれども、その代わり、ミ,ミンチで人がバラバラになるっていう、本当に最高のシーンがありましただからね、僕、そのシーンを見たとき、エクスタミネーターじゃないかって思いながら、笑いながら見ましたけどね、その中からミンチから、そのミンチされた肉が出てきますからね、出てくるんですけれども、なぜか服がないっていうね、そういったツッコミとかも入れたくなるんですけどもね。 そのミンチにしてどうしてるんですかそ,そのミンチにしてそれをハンバー,ンバーガーにして食べるっていうシーンがあるんですけど、ね、もうなかなかえぐいシーンがあるんですけどもねでも僕はそのシーンもなんか妙に滑稽だったので笑いながら見ましたけどね。だ <laughs> からそういった残酷なシーンとかもあるんですけれどもね。ずっと えーまあ、この時期に公開される映画のことを正月第2弾映画って言ったりもするんですけども、まあ、正月第2弾映画にまあぴったりな映画からって思うのがかキングスマンゴールデンサークルです、まあ、現在、えー、劇場で絶賛公開中ですので、まあ、まだまだおそらく2月いっぱいまで遅くやっていると思うので、はい、ぜひぜひね、えー、お時間のある方は、えー、キングスマンゴールデンサークルをご覧になってほしいなと思います、はい、というわけで、えー、後半はキングスマンゴールデンサークルについてお話をしましたここでですねちょっと一曲書きたいなと思います、まあ、これもですねキングスマンゴールデンサークル で使われている曲でありますジョン・デンバーで故郷に帰りたいですどうぞ プロジェクト9プレゼンツアメリカの夜いよいよエンディングの時間がやってまいりました今週はですね映画キングスマンについて1時間お話をしましたはい、えー、DJ 森戸さん、はい、あのキングスマンなんですけれども、まあ、あのキングスマンゴールデンサークルはもう死んだはずのコリン・ファースが演じております、まあ、ハリーが出てくるんですけれども、はい、ハリーが蘇生する方法っていうのが、うんあの 実は彼、教会で撃ち殺された後に、はい、あの実はその後のサイドストーリーがありまして、その中にあのステースマンの組織がやってくるんですよ、ね、でステースマンの組織がやってきまして、ステースマンが持っているその中であの、心臓あ、頭に打たれた弾を取り除くというなんか技術を開発したんですよね。ではあ、そ,そのなんかジェルみたいなものを頭に塗って、でうん、それからあの、 鉄銃弾弾を取り除いて彼を復活蘇生させたんですけれどもあの副,副作用としてちょっと記憶障害があるんですよね、うん、れとそれまでの記憶をちょっと思い出せないっていうだからその記憶を蘇生させるのに時間がかかってしまうっていうデメリットはあるんですけれどもでも人を蘇らせることのできる機械ですからね。 それを開発したわけですからね。<ー>それがすごい非現実,現実的で、まあ、この映画の評価をちょっと大きく下げる要素なのかなって思っていたかもすれんですけれども、頭の球を抜いたぐらいで復活しないでしょう、<laughs> 人間は。でも頭の中に、でもそのジェル,ジェルを頭の脳のミスの中で浸透させて、まあ、さらに脳を活性化させるっていうね。うん、<laughs> ああ、なるほどね。<laughs> そん,んね、そんな感じなんですよね。SF、はい、もう SF も元々 SF 要素の近い映画ですから、まあスパイ映画自体がだいたい SF ですからね。まあそうですね。ダブルセブン、ドクターの方とかダブルセブンシリーズなんかもほとんど SF ですからね、うん。どこにそんなスティンガーミサせるとか入ってんだよとかありますからね。<laughs> そうそうそう,そう、ね、一体なんかアストマッチって,っては一体どうどういう風にしたらね水の中に潜る潜ることができるんだよとかね。空飛んだりとかできるんだよみたいな。どう見てもエンジンルームにエンジン入ってないですからね <laughs>、はい、あれ。 中には、ね、あのリモコンで、えー、と操作ができるアストマーシンとかも開発されとかをしたんですけどもね。うんうん <laughs> まあ、スパイ映画自体がもともと SD f なので、なんかそういった後頭部系さを楽しむものもいいんじゃないかって、そうですね、余計なツッコミなんか、ね、<laughs> とした方が逆に損しますからね、だから無駄なことは決してしないように、ただ単純に流れてくる映像を、えー、楽しんでください、キングスマンっていうそういう映画だと僕は思いますね。ここでですね、ちょっとあの告知のほうが森田さんの方があるということで。ああはい、はい 1>, えー、1月の27日28日、はい、土曜日と日曜日になるんですけれども、はいえー、那覇、えー、国際通りのところのバンターハウスで今年もやります琉球トラマナイト2017年度ということで、はい、2017で,で,、ね、2017で去年できなかったので、ね、ちょっとあのその延期になったということで2017とさせてもらってます,す、ねはい、こちらあの13時と、えー、お昼の1時と夕方5時と夜の8時でやっておりますのでよろしければお越しくださいませ。 はい、ありがとうございます。琉、ま、球、あえー、トラウマはないとですかはい。今年で4回目になりますか4回目ですね。もう長い続、えー、っと、ほらですね、本当にもう、もう長い、ね、えっと、もういや、本当に去年の12月にやる予定が、まあ、今年の1月になってしまったんですけど、ね、何年長い伸びてしまったんですとか。その分、すごい、どういったクオリティになっているか、すごい大変期待したいなと思いますね。うんうん <laughs> 皆さん、これずに来ていただけたらと思います。よ、はい。といで、また来週はですね、まあ、それに関連しまして、はい、ちょっとトラウマになりそうな、えー、作品についてちょっとお話ししたいなと思います。まあ、カッパはやめてください、ね。<laughs> あれを超える作品に方かどうかは、えー、来週のラジオを楽しみください。それではまた来週です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。お疲れさまです。